いや、いつかミュウツー風扱いになるから俺は。今はミュウツーだけやけど、風扱ってる方絶対おもろいと思うねんけどな。はい、マークさんこんばんは。うわ死ぬかよ故郷。システムはねマジであのね変えた方がいいよ。強攻撃のままでいいと思う。ミツレ取ったらビップ行けますか。動画出してるよ俺、ビップに行くための動画。多分それ見たらいけると思う。崖下スマが当たらないのはキャラで一律やからね。タイミングが違うよあれ。ちゃんとキャラごとにタイミングあるから。多分ジャンプ死ぬよ。あやそうやんな。話し場で復帰阻止ってやつやな。いやー足りひんか。ちょっと高かったなパーセント。オッケー。初見さんパパさんいらっしゃい。チャンネル登録ありがとうございます。今日よかったら動画上げてるんで見てください。見ないとあなたの家のドアノブにごま油塗ります。見えるかこんなステージ。停止カンパか尻に敷かれるか二択。ああ強気の女性悪くないですよね。うわ飛んだな今空返す。いいの実績止まらってないと怒らん。みんなカメメさんの動画しかやだってない。これ終わったやろ移動回避で。こっちクメイトやろこれで。はい、スティーブだけ無言になる男です。ダウンレイやな。今の完璧やんな。じゃあからし縛りでええやんって話やねんけど。とりあえず20連勝ね。安いなぁ、別に。鮭で食パンにサーモンの切り身。いや、あれ美味し、あれ、でも美味しくなかったね、あれ。聞いてほしいんだけど、あれはあんまり美味しくなかった。今、その場を起き上がりダッシュアッパーしたとした、この人。いけない子ですね。はい。
本ピアノや。関西やなこれ。もう関西ですね。知らんやろ関東の人、竹本ピアノなんか。あ、関東でもやってたんや。あ、そうなんや。あ、関東でもやってんや。へえ、知らんかったそれ。今日一どうでもいい情報。探偵ナイトスクープと一緒のくくりかと思いましたけどね。死ぬんかい。こんだけやってお前が死ぬんかい。あんだけ暴れてお前が死ぬんかい。待って、どこ当たった今。待って、ちょっと待って。嘘。あ、今の確定かも。ちょっと待って、おかしいやろお前。空母したお前、相手の空母当たるっておかしいやろ今の。それもおかしい、それもおかしい。それもおかしい、今のもおかしい。あれ、数減った。っていうか夏休みとともに数おらんなった。数マジでおらんの。え、じゃあ俺が使うわ。いや、もう絶対ってくると思ったこいつ。口悪なってごめんなさい。もう絶対やってくると思って今。積みってこと？今日殺意高いぞ復帰阻止が。勇者多いなマジで。滅ぼそうか勇者。お？よし。まあそういうセットプレイやな今の。そもそもあのセットプレイが間に合うこと自体がインチキやとは思う。それはそう。やってくると思った今。では行ってた、イケメン高校生また。誰がミジンコうんちゃお前。誰がミジンコうんちゃお前。世の中かわいそう言っとけろ。こわ、なんそのガンミイケメンや。もうすぐ、じゃほんまもうすぐ味噌汁の人に謝ってマジで。そんな肩書き、俺だよ肩書きちゃうし。俺に関してはトキやし。うわーそこ当たった。やばい今ごめん。イケメンには絶対謝らない。なぜならイケメンだから。あ、ごめんな、ほんま。よし、あぶねー。マジでうまかったな今。危なー、普通に緊張した今。あ、キック飛びすぎな。でかっ。せやんな、スマッシュ見てから攻撃上がりは正しいよな普通に考えたら。横スマかなあれ、いけるかな横スマ。せやね、上スマ。もう10、待って、もう重量級ばっかです、すいません。10人に聞きたな。苦しい戦いだった。見たら、そやな、そんな感じの内容でしたね。
あ、死んだ。この野郎。あ、それ終わったんちゃう。多分暴れるんじゃない？あ、暴れへんか？えらい。あ、これはうちでくへんなんで確定やな。130で上投げかな。でもまあこれで死ぬ。 OK、 50連勝。ジジイ、50連勝したら戦闘力がどれだけ上がったのかっていうのをちょっと計算してみたいと。連勝始める前は1214万8010やった。1215万4975が今達成値で、え、嘘、戦闘力6965しか上がってないですけど俺。え、ほんまに？え、50連勝やんな、マジで。